ガゼタッチこんにちはリンクマンですゆずきひろみですはいえ久々にちょっと収録に臨んでみました臨んでみましたでちょっとねこれ見えますかねここにねいや見えないでしょ見えないからアクリル板をちょっとあんまりあんまりやるとちょっとねアクリル板があるんですよアクリル板をね用意したんですえーまあねちょっとなんとかあの 安全にねと思って分かんないね後ろがね白いからね<う>ちょっと分かりづらいんですけど一応こう,う、ね、こどうする2人がただ単にパンとパンとパンとパンそれでうまいからそれ <laughs>、はい、あのまあちょっとね安全に気をつけながらまあ徐々にね徐々にえ収録の方も再開しつつえちょっとお届けしようと思いましてやっております。ええ よろ,いいよろしくお願いします。えー、で今回はですね。うん。えーうん、アイパッド仕事術ずしゃべれてないね。<laughs> 久々だから。<や>久しぶりだからよ。らずっとやってるでしょ。ああそか。それはアイパッド仕事術ではなくてですね。はいはい、ちょっと一つえー、これもね前からやりたかったんですけどやる前に自粛機会に入っちゃったんでできなかったんですがえー、ポッドキャストをう。聞こか。 揃ってないポ <laughs> ッドキャストの楽しみ方というか歩き方みたいななんかね、はいうん そんなおしゃれなお感じのものを届けしようかなともと今私たちがトークをしているものを YouTube でね、まあ、ご覧頂い,いてる方が多いかと思うんですけれどももともとこの「ガジェタッチ」はねポッドキャストからスタートしてまして、はい、ただポッドキャストっていうものをまだこう聞いたことがないというか、うん、トライしたことがないっていう人も結構いるみたいなので、うん、今日はポッドキャストとは何かとか,かどうやったら聞けるかっていうところを解説していこうと思います。 はいはいってみましょうというわけでじゃあちょっと画面をね iphone ね iphone のアプリでねえいろいろちょっと説明していこうかなしてみましょうはい私の iphone のトップ画面でございますトップ画面でございますかなんかペイペイに来てますけど大丈夫ですかねペイペイとベアが赤いから赤い目わかりづらいですねはい。えっとポッドキャストのアプリというのがありましてでこのアプリはえ。 iPhone を持っている人であれば誰ででも無料で使うことができます、うん、で Apple が提供しているアプリケーションになりますので、はい、えとデフォルトで入ってるのよ。今デフォルト入ってます。はいデフォルトで使うことができますが、うん、ただし消したりすることもできるんで、うん、今回ちょっとね一回消して皆さんに手順が分かりやすいように、うん、え冒頭から一緒にやっていこうと思います。はい で、えー、とポッドキャストのアプリ一回消した場合とか新たに入れ直す時は「ポッドキャスト」って入れるとアップルポッドキャストっていうアプリケーション出てくるんです英語なのですごいひるむよね, <laughs> ねこれねなんで純正アプリなのに日本語を用意してないんだろうっていう,、ね、いう,ていう感じですけど、うん、これをインストールしてくださいで、えー、ポッドキャスト起動します、はいはい、でそうすると「ようこそポッドキャストへ」というのが出てきます はいはい、これがトップ画面でこの「見つける」っていうのが、えー、と下のバーの右から2番目のところでいろいろなポッドキャストを聞くことができるんですけど、うん、まずポッドキャストの概念というか、うん、うこれは何なのかというところなんですけど何なんですか、うん、リン君。何だろうね何、えー、<laughs> だろうね何でしょうあのラジオみたいな形で、うん、トーク番組をいろいろな世界各国の人が 話をして、まあ、20分とととかかか時時間間いろんな尺があるんですけど、うんうん、自分たちのフリートークだったりとかいろんな社会番組とか英語のための教育の番組っていうものをオンライン上で配信している、うん、まあラジオ。まあラジオだね、うん、なんかラジオって普通のラジオだとあの電波電波に乗っけてっていう、ねはい、のだけどこれはまあインターネットでできるラジオみたいなイメージの方がわかりやすいのかな。であ,のあんまり日本だとポッドキャストってそんなに馴染みがないんですけど。 実は海外特にアメリカとかでは、うんえー、ジャーナリストさんたちが自分の番組を持っていろいろ話をしてたりとか、まあ、ブログみたいな形で一つのメディアとしてとても人気のある、うん、すごいものです、うんで。日本に関しては、まあ、例えば TBS さんだったりとかあと「オンライトと日本とか文化放送とかあのポッドキャストのコンテンツを配信してたまたは配信している日本のラジオ局も多い。うん そこでね例えばニュースとか芸人さんのトークとかあとはラジオの本番が終わった後にポッドキャスト版を撮って配信してたりとかっていうところがあるのでそれは聞いたことがあるっていう人もいるかもしれない。じゃあ実際にね、はい、あのまあポッドキャストを探してみましょうと。うんうん でまあ、せっかくなんでねガジェタッチを探してみようじゃない、ね、ガジェタッチをそ探してみようじゃない<笑><笑>あの残念ながらですねこのトップにはガジェタッチおりません一番手っ取り早く探すのはですね一番下のメニューの右端ですね、うん、に検索ってのがあるんで,で<も>検索そこからですねガジェタッチとえ検索してくださいあーとほらもうね<ー>候補に出てきてるからあーうん、ちあー <laughs> うちね <laughs> <laughs> はい、はい ガジェットタッチでございます。はい。これが出て,、えー、出てきましたね。えー、で、これが、えー、番組の、えー、トップ画面っていう感じですかね。うん、ガジェットタッチ、ゆずきひろみ、えー、リンクマンって書いてありますけど、で、その下に、ああ、ゆずきさん、登録してないんですね。<や> <laughs> そのためにわざわざ削除したのよ。<laughs> ちょっと、人劇、ね、のあるあ。びっくりしたね、はいえー。ここに登録っていうボタンがあると思うんですけど、うん、これは、えっ、ー、と、ポッドキャストって、 実は購読っってていうシステムになってるんです、うん、まあ例えば YouTube でいうとチャンネル登録みたいなことなんですけど、うんえー、登録しておくと、えー、新しいエピソードが出たことに通知をしてくれたり、まあ、ダウンロードしてくれたりそのデータをね、えー、ダウンロードしてくれたりするんで、うん、あのポ、ー、ッドキャストを聞く場合は、えー、登録することを。 強くおすすめしたい、はいえー、例えばガジェタッチ以外にもいろいろなポッドキャストの番、ね、組を登録しておくと、うん、更新されるごとに自動的にダウンロードされるので、うん、通勤通学の間にその最新のエピソードだけを抽出して聞くことができるんですね、うん、ガジェタッチの、まあ、最新話、うん、タッグポッドキャストの最新話みたいな形で聞くことができますので、うん、高読登録をしてくださいじゃあこれね登録をじゃあ押してみましょうね。はい、じっとな、はい これでサブスクリプション登録であのサブスクリプションって言ってもお金かかりませんので、うん、<laughs> 大丈夫ですこれ、ね、これでも表現変わったね,ね昔はねサブスクリプションっていう言い方をしてなかったんですけど,すけどこれはあのただでこれはで聞くことができます、はい、ガジェタッチはただでお聞きいただきます、はい、<laughs> で登録をするとですね、まあ、過去に配信されているエピソードの、まあ、どれでも自由に聞くことができて、うん、登録しなくても聞くことができるんですけどねで今あのこの右側に 雲のマーク出てますけれども、うん、私はこれ一回ダウンロードして聞きたい時またはストリーミングで聞きたい時とかに、うん、まあ移動中だからって言って w i f i でね例えば1本最新話をあらかじめダウンロードしておくとか、うんうん、登録をしなくてもこのポッドキャストまずは1本聞いてみようみたいな時は、うん、自分の気になるものだけを1本落として聞くっていうこともできます。うんうん でこれが再生の画面になるんですけど、うん、<laughs> これをこの辺からギュッとやるとですね<お>、えー、スリーープタイマととあとエピソードメモが出てきます、うん、エピソードメモは、えーとまあ、私たちが配信するときにですね、まあ、ちょっとね概要的なことかな、うん、の放送の概要的なものをちょっと、うんえー、ちらっと書いてあると。 はすいつもしか瞑想しかしないんですけど、ね、あらすじが書いてあって、うん、でこのスリープタイマーっていうのは例えばあの寝ながらちょっと寝る前に入眠前にちょっといろいろ話聞きたいわっていう人が1時間経ったら自動,で、ね、自動で終わるまたはこの1本聞いたら寝ようっていう時はエピソードの終了時にオフになるような設定ができます。これ便利だね、うん、はい でかつ、えーとね、前そのガジェットタッチ聞いてくださってる方の中にもいたんですけど、うん、いっぱいポッドキャスト聞いてあるから、うん、普通の音声じゃなくて倍速とかで時間が足りなくなっちゃうんでそういう時はですね左下に1倍速って今書いてあるじゃないですかここタップすると、うん 1>, えー、1と2分の1一倍速、まあ、1.5倍ね<ー>とか2倍速でこれ2分の1倍速っていうふうにスピードを変えることができるんです。うんうん でこれは私たちの、まあ、トークとかねあの早めに聞いたりするのもいいんだけど例えば英語のポッドキャストとかそれね発音系とかになるとね、うん、まあゆっくり聞いてそれまず慣れてみたりとかねそう,そ,うそういうこともできるよね。と、うんね、いうことができます。うん、で、えー、とここでですね、まあ、30秒早送りをしたりとか巻、ま、き戻しをしたりすることができます。ーを押すととエピソードを共有したりとか えー、番組のトップページに移動したりとか、うん、問題を報告したり問題は報告しないでくださいね。<laughs> <laughs> そんな問題あることは言ってないと思うんでね我々ね多分大丈夫誰かにそのこのエピソード面白かったから教えたいよっていう時はこのリンクをコピーとかをするともうこの時点でここの中にね情報が残ってる形になるんで、うん、まで、あ、これで LINE とかでさ送ってあげればいろいろな人が聞けるってことだね。はいということになっております。はい はい。で、まあまたちょっとトップ画面に戻ってきましたが、うん、まあガジェタッチはこんな感じでね、えー、検索してもらえばいいんですけど、まあこれね、あの、トップページには結構いろんな人のね、うん、あのまあいわゆる、ポッドキャストの、えー、スタッフが多分ピックアップした、ポッドキャスト番組。 うん、っていうのはこうやって紹介されてるんですよ。これと新作と注目作品っていうところで出てますので、うん、まああの聞いてる視聴者が多いところとか新しくできたばっかりの番組とかはここに出たりします、うん。で、あとですね、またちょっとスクロールしてもらって、まあこれ人気作品とかね、うん、いろいろトップ番組とかいろいろ出るんですけど、まあこれもトップエピソードかな、もうちょっとしたかな。下に行くとですね、カテゴリーっていうのがあるんですよ。よ、うん、で、まあ。 ポッドキャストって実はもうかなりの数あるんで、うんはい、自分の好きなジャンルから探すこともできます。うん、で、まあ、ここは今6個あるんですけど、まあ、ここの右上にね、すべてを表示っていうのがあるんでやると、こんだけいっぱい出てきます。ほら、いっぱいね。こんいっぱいあんだね。事件、犯罪とかってあるんだね。あるんだね。<laughs> <laughs> 俺も知らない。で、ちなみに、えっ、ー、と、ガジェットタッチはですね、テクノロジーというところに入いてます。 で、テクノロジー行くと、これもまたテクノロジーのトップ画面っていうのがちゃんと存在してまして、で、ここでも新番組とか人気作品とかね、出てくるんで、まあ、ここから自分の好きなジャンルの番組を探してみるっていうこともできると思います。はい。で、これね、うん、あの、昔<お>昔にね、ガジェタッチ新番組っていうのにピックアップされた時にスクショとついたんです。嬉しくて、すごく嬉しい。しくこんな感じで、あの、 ピックアップされたものがあるんで、まあ、ジャンル、えー、自分の好きなジャンルのところを選んでこうやって、えー、ピックアップして、まあ、とりあえず1本聞いてみて、気に入ったら購読するみたいなのがあるといいかもしれませんね。でですね。はい、まあ、あの1番左に今すぐ聞くっていうのがあるんですけど、うん、でここをやると自分が登録している番組の最新エピソードがーまあ出てきたりします,、はい、ますね。はい、これはゆうさんも自分の番組からね。はいえー 自分の番組と自分の番組と,番組と、ね、自分の番組が <laughs> え上から3つ並んでるっていうねどんだけ好きなんだろう <laughs> 自分がっていうぐらいの、ねはいまあ、それはねチェックしますねオンエアチェックしますから、はいで。あとねね私ががよく、うんまあ、やるののです、ね、あの語学の勉強、うん をね、したいっていうところでやるんですけど、まあ、語学の勉強するっていう時に大体みんなカテゴリーからついこの教育を選んでしまいがちじゃないですかこういうその英会話のためのコンテンツっていうのももちろんあるんですけど、うん、私のおすすめはですね例えばこれね、えー、とエンガジェットの、うん、えと本家ですね。<あ>米国ののエンガジェットのポス、うん ポッドキャストとかがあるんで,すよでテクノロジーのお話が好きな人で英語が学びたいっていう人はもう実際にその現地のニュースとしてのこれを聞いた方が勉強になるっていうのがあって。 ででかつその例えば今そのアプリで音読をしてくれるアプリって、まあ、月額の料金が必要だったりとかニュースに関してもそのニュースの文体と話す時の交互体って違うので結構こういうねいろんな自分の興味のあるジャンルの番組を アメリカとか、まあ、イギリスとかフランスとかそれ以外アジアだったりいろんなところで発信している人の声を聞くことができるっていうのは実はすごく面白いんですよね。まあ、でもそれは英語の勉強になるかもねずっととにかく聞くっていうこともできるんですね。ううんで例えばこの「エンガジェットのポッドキャストなんですけどさっき説明をした1倍速2倍速あの2分の1倍速がありまして。うん これがエンガジェットポッドキャストの普通のスピード。これをね例えば2倍速。残り1.5倍だ。早い,うん、早いな。<laughs> あ、もう何手がかないの<で> 2> 2<番>これを2分の1にしましょう。シュー・ あああこれだと聞きやすいかもね。聞きやすいうん。I think, I think って言ったもね。そう。うん。ね、できるでしょ。こういう感じで、まあ自分の好きなカテゴリーの何か話をしてくれているものっていうのを探して、うん、そこから自分の聞きたいスピードで聞いていくっていうのもいいと思います。おお、まあでもね、あのー。うん まあさっきも言ったようにねあの時間が限られてる人なんかね1.5倍速とかで聞いても一応ねこれ僕も試したんだけどやってみるガチェタッチのガジェタッチのこれ1.5倍速ほんさ突にネットワーク接続が突然すごいハイドンですごいはっきり言い始めるのねでも聞こえますよねこれねこれ二倍前聞けるあの 個人的なこととを言いますとです、ねうん、あの喋ってる間とかもちょっと大事にしてるんで <laughs> 本来は本来は一番普通のね速度で聞いてほしいんですが、うん、まあもちろんねそれはこちらの勝手な願いなので、うん、1.5倍でも2倍でも聞きたいことで全然構わないのでね。あのまあ 音声のメディアってまあ何が面白いかって別に他のことをしながらいろんなことがね、あの耳にするだけで他のことをやりながらっていうながら聞きができるっていうのがいいと思うんでね。ポッドキャスト アプリ単体でだったらまあそういうのを楽しめるしですねまああの今ポッドキャスト我々のポッドキャストは、えー、YouTube でも配信をしております、はい、でそちらもあんまり動きがないようにしてるんですよ、うん、実はで、うん、それはもう音声を聞いていただきたいということでやってるのでまあ YouTube で慣れ親しんでる方は YouTube の方から聞いていただいても全然構いませんし、ねはい、まあこういうねポッドキャストアプリかトという文化は、うん、あの今すごく音声のコンテンツがまた見直されてきていてながら聞きができるのはそのスマートスピーカーとかねアレクサとかそれこそグーグルさんがみんなのこうおうの中に普通にいてくれるようになって、うんまあ、ニュース聞いたりラジオ聞いたりっていう。まあ ものが増えてくると思うんですね、うん、でそういう中で新しい自分の世界とか、うん、新しいきっかけを見つけるのにはこのポッドキャストのアプリはすごく面白いと思うのでぜひトライしてみてください、はい、ちなみになんか他にもかおすすめのポッドキャスト番組とか言っきまかおすすめのポッドキャスト番組はい以上,以上リンクも僕はねあのポッドキャストアプリでもうとにかく影響を受けてるのはバックスペース FM なんでそれはねバックスペース FM さん,んですド ダンボさんがね、うん、マックお宝鑑定だの、ダンボ。弟子弟子じゃない、弟子って言ったらおられるなら。え、え <laughs>、え、え、え、そこに僕3回ぐらい実は出てるんですけど、まあそ、なんか、それはもともと本編があって、うん、っていうね、あの、あるんですけど、そこがよく聞いてたんで、まあ、ポッドキャストの,あの可能性というかね、うん、そういうのが、えー、よく分かったのは、ほんバックスペース FM。 のおかげかなと思うんで、それが影響されてやっぱこのガジェットチも作ってるっていう一つのあれでもあるんでここはちょっとバックスペース FM をえ押したいと思います。勝手におすすめでございます。あのゆずさん、私は自分が出てる番組をえちょっとそれ外しません。まあもちろんアップルクリップでレディオボヘミヤ。レディオボヘミアに今ね実はポッドキャストお休み中なんです。お休み中なんです。お休みえっとアップルクリップだね。 がぜたい。まあまあ、おすすめですが。はい。ちょっとそれ以外ということで。そうだな、東京ポッド許可局。え東京ポッド許可局。も<ー>はい。これはどう,う,れはう。マキタスポーツさんとか。はい<ー>。島さんとか。サンキュータツオさん。うん、これね。この。これ始まったの。すごい昔なんだよね。うん、えっとね。二千八年。 ね、2008年に始まってる番組なんですうん、うん、これはラジもともとラジオってこといやもう自主制作ポッドキャスト番組として2008年に始まってるんでもうその頃からすごくファンもいる番組ですねでなんか今は、えー、TBS ラジオで、えー、と月曜日の深夜に放送しているっていうことだそうですじゃあそういうのはポッドキャストからラジオに行っているそう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 っていうので「東京ポッド許可局」面白いですよ言いにくいねそれ狙ってるもんねきっとね 僕らもじゃあ行けるんですかラジオにはラジオ行きたい行きたいいや行きたいですよ僕ラジオ <laughs> ラジオは憧れですからねああじゃあなんか頑張ってみましょうか <laughs> あそうなんですかはい、うん、あのなんか僕らのねあのリスナーの方でもなんかいろんな作品を聞いてる、うん、いろんなポッドキャストを聞いてる人が多いので、はい、まあせっかくねこういういいこのね教えてほしい、ね、なんかねあの好きな自分の好きなポッドキャストの番組とかがあったらですね、うん、コメントを とか教えていただけると我々もちょっと聞きたい、いろんなポッドキャストもね、もうバックスペース F のワンボタンの声、エアフォン小町、タックポッドキャスト、アップルポップね、もうそこら辺は我々がいわゆるアップル界隈では王道で、王道でございます。ちょっと僕らの知らないものとかもね、なんか教えていただけると嬉しいかな。リビルドさんとかもね、リビルドさん結構そのポッドキャストは本当に iPod。 の時代からあるので、うん、それこそ本当に長く聞いてますっていう方もすごくいる、ね、ファンがすごい多いね私ね、実は一番最初にポッドキャストの番組やってたの2006年とかなんですよ。お古いな。そうそうね。古いな,古いな。2006年からやっての。女の子二人のユニットで番組やってたんですよ。で、その時はビデオキャストってあったのね。あ<ー>いや。 今もあるよ今もあるよ今もあるけどあんまりほらビデオキャストよりも YouTube とかの方が見えになっちゃってビデオキャストだけの番組とかあったんですよ三浦純さんと伊藤瀬子さんの番組があったりとか私もそのビデオキャスト番組の制作とかもやったりしてたのよ。というわけでまああのポッドキャストをねぜひ皆さんちょっと楽しんでみてはいかがでしょうか。そそれこあの ちょっとね寝る前とか通勤通学とかねこれからあると思うんでねそういう時にはちょっとお供にあと,あとそれなんかこう筋トレしたりとかあ<ー>走ったりしながら聴いてる人もすごく多い,っていしいあとお風呂とかもね,かもあるねお風呂で聴いてるっていう人結構いるい、うん、るいるなのでまあなんかいろんな時にちょっと耳だけをちょっと。はい えお貸しいただいてですね特にまあ私たちの番組なんてもうゆるいも,るいもんですよゆるいもんですからねリラックスしながら聞いてもらえればえ車運転しながらね、気持ちをほぐすっていう,、ねうね、形でねイライラしないように、うん、ララしいててくださいそんな感じでございます今日はポッドキャストをなんですかね、はい ポッドキャストを楽しもうみたいなポッドキャストを楽しもうお送りしましたお送りしましたそうだったんだ <laughs> そうだったんだね今決まったばっかり、はい、ええというわけで楽しんでみてください楽しんでみてくださいではまた次回お会いしましょうバイバイバンってなったね <laughs> この動画を気に入っていただけた方は高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします